私の中ではもう山も含めて全てがキッチンで、その日に必要な分だけ山に行って調達してくればそれが一番新鮮で、住んでるのにすごく複雑な味わいになっていて、口に入れた瞬間に力強いスープなんです。でもう一品は諏訪物の冬眠、すごくパンチのある熊のお肉、骨付きだけど箸で食べれる、雪の下に埋もれてて、で冬眠してる感じができたらいいなと思って、また作りました。